はい、ユーザー報告です。1週間経ちました。右上に書いてますが、車はスバル WRX STI スポーツ R EX です。エンジンは 2400cc 275馬力オールホイールドライブです。今山口県の角島大橋を走っております。快晴です。この橋はドラマや CM でちょくちょく使われることがあると思いますので、皆さんも見たことがあるかとは思います。私は前も S4 に乗っておりましたが、排気量がアップして馬力が下がっていますが、多少の懸念はありましたが、低速域がすごく充実していまして、ノーマルモードで十分走行可能です。言い忘れましたが、この車の特性としまして、走行選択ができます。コンフォートやノーマル、スポーツ、スポーツプラスというふうに、だんだん走りに特化した選択が可能になっております。でも通常はノーマルモードでいいです。山道に入るとスポーツモードに切り替えることがありますが、スポーツプラスまで切り替えることはまずありません。どうしても燃費の悪い車ですし、回転数を高くすればするほど燃費も悪くなりますので、ノーマルモードを選択して街乗りや通勤とかはノーマルモードで燃費を稼いでおります。本州が近くなりました。橋も渡り終えました。時間は2分足らずですが、またよろしくお願いしたいと思います。またこの車についてはちょくちょくアップしますので、このチャンネルをご覧ください。よろしくお願いします。